こんにちは、粟田洋介です。今日はこの P ペンで T シャツに絵を描いていきます。で、今日はこのラメタイプというのをふんだんに使います。よくこれで絵を描いてると、この T ペンについて質問されることがあります。画材屋さんに置いてるところは置いてあるんですけど、私はよく新宿の世界堂で買っていて、結構色の品揃えも充実しています。商品名が T ペンだと思うんですけど、太陽精機株式会社ホリゾン事業部さんって書いてあるんですけど、ここにウェブサイトが書いてあるので、下の概要欄にリンクを貼っておきます。まあ、T ペンの話はこのぐらいにして、この T シャツですね。いつもはこういう大きいボードに T シャツをこんな風に入れて書いているんですけど、でピーンとさせてここに絵を描く感じですね。でも多分皆さんこういうの用意するの大変だと思うので、ちょっと今日はこのぐらいのボードを用意して、これを使って描いていきます。これは発泡スチロール製のボードなんですけど、これは安く売っています。もしくはこういうんじゃなくて、例えばスケッチブックとか本とかでもいいと思うんですけど、こう描くとこういう感じで色が映るので、こういう板、まあ、こういうのが色が映っちゃってもいいようなものを使うことをお勧めします。で、どうやってやるかっていうと、 T シャツの中ですね。T シャツの中にこれを入れます。で、T シャツの中に入れる理由なんですけど、このボードにも線が映ってたみたいに、この間に入れないで、このまま直接描いちゃうと、この裏の方にもその色が映ってしまうので、片面だけに描くために、こうやって中に入れます。で、中に入れたら、ちょっと今日はこの辺に描こうと思ってるので、こんな風にピンと張って、洗濯バサミで両つ角を留めていきます。絵を描く部分はこんな感じですね。この部分に絵を描きます。こういう風になって、で、こういうもので、ちょっと曲がってないかチェックしますね。こういう風にやっちゃうと、全体が確認できなくなるんで、ここに書くって一応しっかり決めないといけないですね。しっかり位置を決めたら、内側もできれば、こんな感じですね。猫の毛とかホコリをこうやって取って、で、書きます。で、ここ挟んだ後とかなるべくつけたくないので、紙をこうやって挟みました。こっちが上になるので、上と下を間違えないように置きます。一番よく聞かれる質問は、洗濯しても大丈夫かどうかということです。この T シャツ何年か前に描いたんですけど、何回も洗濯しても落ちていません。こういう線の部分は T ペンで描いて、こういう部分はアクリル絵の具を使ったんですが、色落ちしている様子はありません。で、私いつもアクリル絵の具も使って描いてるんですけど、今日はこの T ペンだけで描いていきます。絵が逆さまになったって大変なんで、ここがね、上っていうのを確認してから描きます。今日はこのメタリックピンクで、線を描くの簡単そうに見えるんですけど、スーって描くのちょっと難しいという方もいると思います。ビューって出ちゃうんで、線をビーってね、こういう風に、ね、こう盛り上がった、ビューって盛り上がった感じになるので、まあ盛り上がった感じにこうやって絵が描きたい方はこれでいいと思うんですが、私はこれ平らに描きたいので、弱い力で描きます。それで描くときに、このインクを布に染み込ませるような感じで、スーッと線を引いていきます。で、線を引くときもギューッと力を入れてガリ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 やって、ここのね、この分がすり減ってきます。ちょっとね、穴がどんどん大きくなって線がどんどん太くなってきます。なので、ここに当てる力はもう最小限でうんって出すんですけど、その力加減もまあやってみるとわかると思うんですけど、うーんって感じで書きます。これがパールピンクという色です。今度はパールホワイトという色を使っていきます。で、ここが引っかかる場合は、私はこうやって引っ張って布をピンとさせながら描いたりもします。
今度さっき使ったピンクを腕で描いていきます。パールピンクに少しだけ蛍光ピンクを混ぜたんですけど、少しだけこうやってピンクをやって、ちょっと蛍光ピンク、ちょっと多かったな、これ。こんな感じでやって、で、混ぜます。ちょっと蛍光が多くなっちゃった。ちょっとだけパールホワイトを混ぜてみます。ね、こんな感じのピンクになります。で、これで、腕で直接描いていきます。ここに少しバイオレットを足します。次はこのシルバーのラメを使います。私はラメを使うときは直接こういう風にやって、これから筆で平らにします。ブロンズですね。ブルーにメタリックブルーを少し足します。クリアラメっていうんで、すごい綺麗です。さっきのボードを外して、これが乾けば完成です。こんな感じですね。ちょっとこれ T シャツ着た時に、この絵がちょっと下すぎるような気がするので、上の方になんかちょっと足したいと思います。ちょっと着た時のバランスを考えて書き足してみました。ラメがキラキラ、綺麗ですね。ということで今日は T ペンでラメタイプなんかも使ってレディースの T シャツに絵を描いてみました。この T ペン使いやすいと思う人とちょっと難しいと思う人がいるかもしれませんが、よかったらぜひ試してみてください。ちなみに私手書きの T シャツ販売しておりますので、個人的に問い合わせていただいても結構ですし、ロリを使っているお店とか下の概要欄に載せておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。